じゃあ。では。何の話しますか。今日はね、つづみちゃん。はい。ね、つづみちゃん。普段つづみちゃんって呼ばないです。つづみって呼び捨てだよな。そうですね。なんごめんな。ゆかとかね。はい。つづみゆか。あ、よろしくお願いします。顔赤いぞ。どうした、照れてる。照れました。本当。ちょっと湿布ちょうだい。いつものお父さんが最強の湿布持ってるからな。そうなんですよ。すっごい効果が高いから1日2枚までしか貼れないっていう、うん、いい湿布があるんだよな。あって、なんか怪しい話みたいになってますけど。いや、まあ最近さ、まあゴルフとかやると、うん、まあそんなに腰痛は出ないんだけど、はい、まあ野球やってる時、腰痛持ちで。現役時代。うん、いや腰痛持ちだろ。私も整体通ってます、今も。今も通ってる側腕なんです。俺は分離の滑りなんだ。何ですか、その分離の滑り。だからまあこの骨と骨のこう支えてる骨がもうこう離れちゃって、はい、でこれがずれて、背骨が痛そう。ただ俺の場合はこんな話しても面白いけどそうか、ちょっとじゃあ全然つまんないお前がその現役時代腰痛の話で、はい、なんかこう聞いてくれないとさ。先生なんだよ。ちょっと腰痛い人がいるって聞いたんで、いつ持ってきました。原監督はお前あれじゃないの、の動画で映ってると思うんだけど、原監督が座ってた椅子でしょ、これ。豊さんにどうしても座ってほしいって言うんで、持ってきたんすよマジか。はい、こんな重たいの。これいいね。つづみさん、腰痛持ち、腰痛持ちですか。持ってきました。持ってきましたんで。ありがとうございます。いいねこれでも。すごい。これやばくないですか。やばい。この椅子。これさ、原監督が座ってたんだよ。はい。一回座りたいなと思ったんだけど、はい、座るチャンスがなくて、あ、いい椅子座ってんなと思ってたの。これやっぱいいなこれ。これめっちゃいいっすね。これ寝れるらしい、リクライニング。YouTube 豊さん。はい。出世してますね。出世してるわ。ただで。これただでいた。ただでどうぞ使ってくださいって言って。いやいや、すごいでしょ。すごい。なんていい方々。なあ。優しい。原さんのあれですよね。原さんのとこに家使ってたやつを豊さんがいいって言ったら使ってくださいって。いやこれいいよ。いや実際俺座ってないけど、初めて座ったけど、これいい。これいいですね。これはね、なんか偉くなってしまった。ちょっとなんか喋りも忘れてしまう感じだ。これだったらもう2時間ぐらい喋れるんじゃないですか。いやいや、お前は喋れるかもね。俺喋れんわ。佐藤さんどんな椅子でも2時間喋れる。いやでもさ、あれだよ、佐藤も経験あると思うけど、長いこう長距離移動とかあるじゃん、はい、まあ例えばそのナイター終わって、はい、バスに乗って、はいはい、次の、うん、ホテルに向かうとか、はいはい、やっぱ腰つらいよな。これ車に積んでほしいですね。いや本当だよ。いやこれだといいよ。これだといいですよね、試合後。しかもなんか腰とかちょうどいいところにクッションみたいな枕があってね。しかも硬さがなんとも絶妙な。いや硬さがいい。ね、いいですね。ちょっと硬めだけど。いやお前これ肘も上げられるって知ってた。え、嘘。これ肘も上げられる。でこれ前にもずれる。自由自在じゃないですか。これもなんか佐藤持ってきてくれた。そうさ、豊さんに提供したいって言って、はい。さすがだね。これはすごいです。重かったっす、3つ。なあ。3つ。これ何の動画か分かんないけどさ。でもなんか聞いた話なんですけど、うん、豊さんすごい嬉しいニュースがあったらしいじゃないですか。お前回してくれるな、お前。すごい聞いた話なんですけど。そうやね、お前。僕も見ちゃったんですけど。いやいや、ちょっとさ、じゃあさ、堤ちょっと読んでよ。はい、昨日昨晩、はい、ね、来た。あ、私も初めて見る。ご無沙汰しております、はい、いつも褒めていただいてありがとうございます、はい、ずっと自分のことを言っていただいたおかげで自信にもなりました。本当にありがとうございます、はい、自分は日本に3年帰っていなくて、今年も帰るのは微妙ですが、はい、もし帰ることがあればよろしくお願いします、はい、アメリカに来てくださるならいつでも無償でお受けします。誰ですか、誰ですか。ダルビッシュ有選手。いやーすごいね。すごい。いやこれさすごくないですか。いやすごい。俺さ歴代の、はい、もう本当に
プロ野球選手全部入れた中の、はい、投手部門で、はい、ベストナインはダルビッシュって言ったのよ、はいはい、でこの前ガンちゃんの動画でガンちゃんはガンちゃんの選ぶベストナインでダルビッシュ、はい、でそれを見ててくれた、ね、見ててくれてるんですよね。見ててくれてこのメールをくれたのよ、はい、でもう出てもいいと。しかも無償ですよ。そうですよ、アメリカに来てくださるのはいつでも、うん、これ豊さん行かない、行くしかないです。いやもうだからさっきスタッフとちょっと協議をし、はい、まあ行くことは決定する。お渡米決定インワールドワイズ、ね、すごい。ダルビッシュ見てるじゃないですかこれね。いや見ててくれると嬉しいけど、ね、おそらく予定では1月だな、飛べるとしたら1月、うん、どれぐらいの期間で。それはやっぱりさ、そんなに長くは取れないよ。自主トレしてるところに行けばいいんですか。アメリカでやってるのかな。やってるでしょ。帰ってないって言ってるからね、はいはい、そうだな、はい、もしくはキャンプ行くとかね。あのさ、有明にアンダーアーマーがあるんだけど、はい、そこでトレーニングをやってた時期があったんだよね、はいはいはい、でその隣の俺マンションに住んでたんだけど、はい、会うことはなかった、はい、だからあれから帰ってないんだね。でもうアメリカ行くしかないよこれは、うん、いや行かなきゃ。いやもうこうやって言ってくれる、これで行かなきゃね。行く行く行く。しかもこのなんか長文で、ね、丁寧にくださってすっごいいい方です。いい方でしょ。優しい。朝からすごいウキウキしてましたもん今日。確かに。いやもう興奮したもんちょっと。いやこれダイレクトメッセージなんてめったに来ないじゃん。まあそうですね、はい、なんでここ光ってんだと思って開いたら、まさかと思ったよ。すごい。英語で書かれたら何も分からなかったけどね。でもそう考えたら世の中すごい進化しましたよね。うん、昔とかだって家電でしょ、豊さん。家電で。それが今もう世界どこにいても連絡取れるんですよ。いやそうだよ。SNS でね、こうやって。いやだからもう本当にね、楽しみに。めっちゃ楽しみですね。楽しみにしといて。ね。で、やっぱこう、ダルビッシュ U もやっぱこのチャンネルを見ててくれるっていうわけだから。うん、やっぱすごい嬉しいよな、うん、これはやっぱ褒めとくべきだな。いやでもいやいや事実だから。いや事実だよ、ね、うん、で俺もう忘れもしない、もうこれ何回言ってもいい、お前何回も言うなってコメント欄に来てもいいんだけど、うん、俺ダルビッシュにインタビューした時に、日本ハム時代ね、もう世界一のピッチャーにもうなりつつあるねって言ったら、いやまだまだですと。で向こうにアメリカにはもっと素晴らしいピッチャーいるんで、修行してきます。でもナンバーワンなるよねって言ったら、なりますって言ってアメリカ飛んだの。かっこいい。でも、今年の後半の成績なんか、いや、すごかったですよね。すごいよ、うんうん。いや、勝ち星には恵まれなかったけど、うん、あの内容って、奪三振率とか、うんうんうん、半端ないからね。勝ち負けはね、打線の援護とかね、そうそう、あとメジャーは球数で早く交代するんで、なかなかね、難しいですけど、うん、内容はね、内容はすごかったっすね。ピカイチだったんだ。うん、いや、だからもう、でも、受けたことありますからね。え？受けた。え？マジか。それが自慢ですよ、ね。え、いつ？オリンピック一緒に行ってますから。2008年、北京、予選の時も。え？やっぱすごかったの？いや、すごかったっすよ。何があと球種がめっちゃ多い中にそれちゃんと投げてくるから役割すごい多いですね。どれをチョイスするか、しかもどれもちゃんと投げてくるから、またねめちゃくちゃ器用なピッチャーなんだよ、うん、あそうですか。でめちゃくちゃ闘争心があるピッチャーなんだよ。球持ちめっちゃいいですからね。あの立浪が言ったら、今まで当たったピッチャーの中でダルビッシュがやっぱ一番すごい、打てる気がしない、へあっと思ったらもう来てる。早いんですね、うん、いやだからもう球持ちなんだよ。そうか、ギリギリだね。まあ早いのも早いよ。あとね、スーパーダルビッシュになる時があるんですよ。ランナーいる時とか、得点圏来たら、ランナーいない時は8割ぐらい投げてるんですけど、うん、ランナーいる時だったら 100% できるんですよ。そうなったってないっす。ないよな。なかなか難しいっす。だからオンオフがしっかりしてる、うん、もうね、本当9番打者とか8番打者なんか、うん、もう遊んで投げてる。嘘。でもいや遊んだって普通のピッチャーよりもすごいよ、うん、だけどここ勝負って言った時は絶対打たれないよ。だからここが頭いいっすよ。頭いいな、うん、そういうところが。へえ。だからすごいピッチャーなんだ。だからもう今年の後半ね、そういうイメージで来シーズン入るとおそらくナンバーワンと言われるようなピッチャーに
いよいよなるかなと楽しみにしてる。2020年の幕開けに渡米して、うん、いやー、世界一の栄冠を取る、ね、そのピッチャーにインタビューをしてきます。だから今日は嬉しいことが2つ、うん、すごい。まずはやっぱダルビッシュ、うん、いつじゃないっすよ。まあいい。まあ、双璧。双璧。双璧というか。いや、嬉しいよ、これはね。え、じゃあちょっとこの、ね、うん、映像を通して。いや、楽しみですね。お礼を言いますか。いや、あれだよ。あの、佐藤も、うん、ね、今度撮影の時はこの椅子。そうですね。使わせていただきます。あ、いい言葉だね。はいはい、俺が貸してやるって言う前に言われたから。ね。使わせていただきます。はい、皆さんどうも、ありがとうございました。